自然豊かで空気が澄んでいてとっても気持ちいいです。私は美作市の東にある山井の地域にやってきました。いや、のどかな雰囲気ですよね。本当、実はですね、ここにあれです、皆さん米粉シフォンケーキ専門店縁結び、この民家をどうやら改装してやられてるようです。あ、こんにちは。こんにちは。どうも。あ、今日バイクで？そうなんですよ。どちらから？岡山市なんですけど、市内から来たんですけど。はいはいはい、はいはい、あ、じゃあこちらお店よく来られるんですか？そうですね、まあ、2週間に1回とかは、はい、冬も頑張ってきてます。結構な頻度ですね、2週間に1回って、はい、もうシフォンケーキ美味しいんで、一度食べたら癖になりますね。あの食感といい、味といい、まあ、いろんな味があるんですけど。味は常連さんのお墨付き。こんにちは。こんにちは。こちらが縁結びさん、座ってますか？座ってます見てください、チョコバナナにベリーホワイトチョコ、キャラメルクルミにラムレーズンもたくさんね、シフォンケーキ並んでます。どれも美味しそうですね。ありがとうございますこちらの店、あのちょっと道中なんかゆっくりするぐらいそうですよね、木とかね、岩とかに囲まれてて、はい、山奥にあるので、結構この先にあの車進めるのかなっていうところから、はい、冒険みたいな感じですよねどうしてこちらでこのシフォンケーキのお店出されようと思ったんですか？もともとはあのこう、うん、田舎暮らしがしたいなっていうのが発端で、こちらに移住してきたのが、まあ、大体3年前ぐらいなんですけど、その時にここは空き家 であの地元の方がここ使ってないから、もしお店とかやりたいんだったら使えばって言ってあのおっしゃってくださって、あのそこから自分たちでこうトンカントンカンしてこの状態になったんですけど、まだこちらのお部屋はまだあの全然手つかずで、もしよかったら、こんな綺麗なスペースの横に皆さん見て、床まだ抜けてますよこれギャップ激しくないですか？そうですね、こういう感じのところからあの投函して、はい、しかもこれご自身で作られたんですか？そうですね、はい、あの YouTube とかいろいろ調べてこう美容見まねで投函しました。岡山市の米粉パン専門店大本工房でパン作りを学んだ藤本さん、3年前に独立し美作市へ移住してきました。現在お店は日曜日のみの営業で、平日はオンラインで注文を受け付けています。お待たせしました、どうぞ。はい、ありがとうございます。これは何のシフォンケーキですか？こちらは生姜と紅茶を使ったシフォンケーキになります。いや、美味しそう。この中にこの入ってるのは、はい、あの生姜を蜜漬けにしたものになります。へー、はい、どんな味なんだろうじゃあ早速いただきます。あ、生姜のいい香りがする結構ちゃんと香りますね。そうですね、結構、はい、じゃあガブッと、はい、パケットいくとください。ふわふわです、皆さん持ったら指の形になりますよいやー、いただきます。香る香りますか？生姜香ってますか？生姜香りますあ、よかった。だって何よりね、もうふわふわでもう口の中ないです。そうですか、一瞬だけ紅茶の香りもね、しっかりあるんですけど、はいはい、しばらく経った後にシュッとこう生姜の香りが香ってきて、はい、癖になるかも。そうですね、結構お客様も癖になるっておっしゃる方多いです、はい、でまたこの生地の甘みがね香りとよく合って、あ、よかったこれはハマりますわ、皆さん食べに来ますよ嬉しいですね。美味しい。あのさっきから実は私ね、ちょっと視線を感じてて私ですか？はいはいはい、カールさん、今の私の食レポ、はい、どうでした？そうですね、最初どうなるか思ったんですけど、いい、良かったです。最高です。伝わりました、その生姜の香りがこちらまで。安心した。実はね、あの食べてる前からずっとね、食べる前からいらっしゃって結構気になってたんですよ大丈夫かなって ね、大好きですからね、シフォンケーキ。はい、大好きです、はい、鎌田
田さんもちょっと食べてみて皆さんにその味をぜひ伝えてください。ぜひぜひ。ということで鎌田さん、ご自身一押しのラムレーズンをどうぞ。うん、どうですか。うまい。おいしい。柔らかさですかね、この、うんうんうん、もう噛んだらそのままこう口の中で溶けていくみたいな。もともとレーズン嫌いなんですけど、本当ラムレーズンだけは全然もう癖なくいただけるんで大好きです。はい、今めちゃくちゃいいコメント出ませんでした。嬉しい、ありがとうございます。お店を出されても3年になるということですけど、はい、どうですか、お店されてて。地元の方にすごく支えていただいたり、またこういった常連の方にも支えていただいて、本当に私だけじゃなく、みんながここに来てこう笑顔になる場所になれたらなって、これからも、はい、思います。藤本さん、もっともっとたくさんの人を笑顔にしてくださいね。